はい、私ね、アニメエキスポで仕事にいつもの通り来てるんですけども、あれどこかで見たことあるなと思ったら、ヤスラージャーナルさんの。どうもヤスラーです、はい、一応コスプレ日本代表なんで、今回アニメエキスポにコスプレ日本代表として参加させていただいております。ありがとうございます。ヤスラージャーナルさんのもうリンク下の方に貼っておきますので、皆さん見てください。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はね、日本だと7月の7日、アメリカだと7月の6日だね。で、一番ね、今日がね、土曜日なので入るかと思います。すごい人だよね。やっぱアニメゲームすごいよね。各図が ATM をいじってるよ。で、お話ししとくとね、ロサンゼルスコンベンションセンターね、本当に ATM あるからね、お金引き下ろせるのよ、お金足りなくなったら。だからわざとネタ的に各図がお金引き出してるんじゃなくて、普通にああいう風に並んでんだよね、お金引き出すために。さっき話したね、 ATM こんな感じ、同じ場所ではないんだけども、ここはフードコートのところだね。フードコートの隣、西口の方なんだけども、 ATM あってお金引き出せるよ。まだね、開園からね1時間以上あるんだけども、もう中ね入ってね、こんな感じでもう休んじゃった方がいいんだよね。外すごい暑くなるからね。これ面白いよ、初代ガンダムのユニコーンバージョンみたいな感じだよね。ほら、後ろ側にね、ガンダムナラティブだね。この看板の左側に行って、今日はね、エシさんのところ行くからね。で、エスカレーター行くと、本来はその駐車場なんだけども、ここがエシさんのね、エリアになるね。で、私昔からさ、エシさんのずっと撮り続けてるじゃない。だからタッチがね、昔は本当に激ガチックだったんだけども、柔らかくなってきてるんだよね。ちょっとまだ激ガここは激ガチックかなって感じはするんだけども、もうエシさんだね。パーッとね、エシさんの方を見てもね、だから本当にタッチがね、柔らかくなってるね。どれくらい人がエシさんのエリアにいるかっていうと、すげえねこれ。なかなかね、本当に歩きづらいんだよね。それくらい、コミケと同じような感じって思っていただければいいのかな。そのエシさんによってはまだね、ちょっと荒いかなって見てても思うんだけども、おおむねだから毎年毎年どんどんね、タッチがすごい柔らかくなってるし、あと淡い色、原色みたいなのをベタベタ塗らないようになってきてるのかなって。ほらほら、だから正面なんかね、本当に色使い、淡い色使いとかね、うまくやってるよね。これもね、なんか日本のなんか可愛い絵の描き方に近いよね、これらもね。でね、興味ある方はね、私のね昔の動画見ていただければ比較しやすいのかもしれないな。結構昔も私が撮った動画だと、このエシさんの描く絵って女性の顔もね、北斗の拳みたいな感じの激ガチックになってたからね。だからここ数年で相当ね、柔らかいタッチで淡い色もね使えるようになってきたって感じがするんだよね。あ、ほらほら、正面も、あ、これ正面はエシさんじゃないね、絵じゃないね。今左端から来てあれくらいの人数なんだけども、あっちまであるからね、あっちまで。こんな感じ、とりあえずバーッと行こうね、バーッと。このエシさんもね、ものすごくなんか淡い色を使うよね。それにしてもさ、すっげえ人で、すまねえみたいな、硬いなって感じはね、タッチがするのも多いよね。タッチが硬かったり、あとは原色に近い色をね使ってたりする場合があるよね、エシさんによっては。今さ、個人的にさ、アスカのさ、アスカラングレーのさ、写真撮らせてもらおうと思って戻ったらさ、戻ったらさ、前進まねえんだよね、やっぱりよ。進まねえ、マジで。全然進まない。こんな感じ。で、さっき見たように、左側まであるからね。この絵師さんの方は結構でっかい絵を描くね。ほらほら、これなんかもうね、淡い色確実に使ってるよね。ね、劇画チックの感じから脱却してるよね。だから最近ね、そういう絵師さんね、本当に多いのよ、アメリカって。なのでもう本当に以前の動画でもお話ししてんだけども、昔のね、絵師さんの、アメリカの絵師さんのイラストっていうのはむちゃくちゃね、
女性の顔はね、みんなケンシロウみたいな劇画チックだったんだよね。アヘ顔だ、アヘ顔。ほら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 。背景とかもね、なんか見てもわかるよね、淡い色かそうでないかっていうのがね、色使いね。ここの絵師さんはなんかほらグッズ作りながら絵作って、こっちの絵師さんもそうだね、アクセサリーとか作ってるね。この絵師さんは限りなくね、もう本当に日本に近い形のね、ディフォルメキャラ作ってるよね。可愛いやつね。マジでね、全然進まねえよ。っていうか、歩くだけで1日終わってしまいそうな、そんな予感。この絵師さんいるじゃない。で、ここからどれくらいね、時間経ったら、どれくらい進むかちょっと試してみようか。それくらい本当に進まないから。もう、こんな感じなんだけど。もうリアルタイムでね、全然進んでないでしょ。全然進めないでしょ。ちょっと進もうね、ちょっと進もうね。はい、ちょっと進むよ。これ私わざと進んでないんじゃないからね、こんな感じだからね。はい、でちょっと私途中からこの動画撮ってるんで、正確なあの分数はわからないんだけど、まあ編集すればね、この1ブロック進むのにどれだけ時間かかるかっていうのがわかるんだけど、ここでこの S さん終わりだから、1つのブロック約1分くらいかけて歩いてるってことになるよね。っていうかさ、1日丸々1日終わっちまうよ。こういうのはね、なんかアメリカらしいよね。あとさ、そのアメリカらしいデザインっていうのもあるよね。さっきのところもそうなんだけども、やっぱり原色、結構原色に近いっていうのはやっぱり多いよね。やっと出られた、やっと出られた。なので最近のね、アメリカの S さんはその劇画チック、顔がね、女性の顔も北斗の拳みたいな顔ではなくなったんだけども、あとはここはうまいね、淡い色。さっきの方の絵はさ、その淡い色使いってすごいうまかったよね。で、その劇画から抜けた感じは今するの、最近のこのアメリカの S さんの、はい、アメリカのね、S さんは劇画チックなね、女性の顔も北斗の拳みたいなのからは抜けててるんだけども、次に現状その淡い色を使えてる S さんと、そうではない S さんってなんか大きく分かれてるって感じがするよね。全然進まねえんだけど、とりあえずこっち進もうか。あー、なんかでも綺麗な色を使ってるね、今のジョジョの絵とか描いてた人は。でとりあえずね、とりあえず一回私外出る。はい、私ね、アニメエキスポで仕事にいつもの通り来てるんですけども、あれどこかで見たことあるなと思ったら、ヤスラージャーナルさんの。どうもヤスラでーす。はい、一応コスプレ日本代表なんで、今回アニメエキスポにコスプレ日本代表として参加させていただいております。ありがとうございます。ヤスラージャーナルさんのもうリンク下の方に貼っておきますので、皆さん見てください。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。思わず便乗のね、ヤスラージャーナルさん撮り。はい、次の列のね、エシさんだね。こちらは何かな。あれはイタチとセッション丸かな。でこんな感じであるね。僕のヒーローアカデミア、うまいねこれね、淡い色使ってるね。最初の撮影からね、間取って2時間経過してるんだけどね、すっげえ人なのよ。それでもまだ全然進めないのよ。ここはなんだかわからない劇画チックなところだね。ね、まあもちろんあれは絵画元にしてるんですけども、この石さん綺麗なね、色の使い方してるよね。あ、ここもね綺麗な、ここの方も淡い色を使ってるね。
だからさっきも言ったように、あの淡い色を使える絵師さんと使えない絵師さんが今あのきっぱりっていうか、あのはっきりとあの分かれてるって感じだよね。この絵師さんもね、薄い色とかもうまく使ってるしね。でさ、その淡い色の使い方ってさ、まあ、墨絵とかがさ、もう最も日本人が分かりやすい例えでさ、黒いさ墨を使うんだけどもさ、その水のさあの量によってさ色がもう変わるわけじゃない。淡い色とかね、そのまま黒の原液使えば真っ黒なわけだしさ、だから淡い色、本当に淡い色を使うようにも今度はなってきたかなって感じはするよね。この方もね、あの色の使い方うまいよね。ここはワッペン屋さんかな、ガンダムのワッペン作ってるんだね。ウィングガンダム、見た感じウィングガンダムと、なんだろう、ガンダムバルバトスなのかな。なんかこれもね、あのすごい独特の色の使い方をしてるよね。ただ描き方としてはなんか劇画チックだから日本人には合わない描き方なのかな。アメリカに合わせてるのは当たり前の話なんだけどさ。あれはドロロかな、ね、エッシさんとは関係ないんだけどもさ、ほとんどさ日本のさあのアニメのコスプレでしょ。だからアメコミ系はね、こっちだとね、このアニメキストだと結構っていうかかなり浮くと思うよ。ここの絵師さんは絵師さんというよりは風景画家さんみたいな感じがするね。逆側ね、逆側。あ、なんかニアオートマータのあったね。でこちらはヒソカとか、あとはこっちは何だろう、この絵の描き方なんかリボンっぽい、なんか昔のリボンとかさ、で仲良しみたいなあの絵の描き方かな。一番上の方ね、一番上の段ね。 okay, now to get back, と思ったら、なんじゃこれ、あこの前のものは何だろう。これここの絵師さんはジブリ系の絵を描いてるね。なんか可愛いね、うまく描けてるね本当に。こちらはこちらは何だろう、あキングダムハーツか。でここは絵師さんというよりなんかね、小物、かわいい小物をね売ってるね、作って売ってるんだろうね。でこちらはなんか色が淡いね、淡い色の使い方してるね。ね、本当にさっき言った墨絵みたいな感じでさ、色の強弱がはっきりしてるよね。この絵師さんは劇画チックで原色っぽい色の使い方だね。ここの絵師さんは同一人物なんだろうかね。左の方は結構そのキャラクター原色使ってて、こっちの方はほら髪の毛に強弱、色の強弱ついてるんだよね。絵師さんも可愛いね、ちゃんと描いてるね。ここまでずっと撮ったのってさ、ほとんどさ、まあアメコミもほんのちょっとあるんだけども、ほとんど日本のアニメじゃない。だからやっぱり描き方もね、日本のアニメに近い、日本の漫画に近い描き方になってるんだよね。アメコミのね、あのイラストっていうかね、はないんだよね。でこのアニメキコってアメコミではないんだよね。アメコミメインっていうわけじゃないんだよね。まあ別にアメコミ出してもいいんだけども、それじゃあ多分売れないんだよね。だから絵師さんも別に売るためじゃなくて、自分が好きなねアニメとか漫画の描いて結果こうなってるんだけども、で数年前の私の動画からしてみればかなり劇的にあの絵の描き方って変わったよね。ほらこの絵師さんもすごい柔らかい描き方するよね。柔らかいんだけども、あのタッチがそのはっきりしてる綺麗な絵を描くよね。あ、ファイナルファンタジー15だね。で、あ、ディオもいる。そのためにね、やっぱりアニメの方がアメコミのイラストよりはやっぱり売れるし、綺麗な描き方にもなってくるし、柔らかい描き方にもなってくるとは思うんだよね。まあアメコミはアメコミでね、いいところそういうのはあると思うんだけども、何分私ちょっと日本人なんで、劇画チックなのはちょっとね、女性の顔が北斗の拳みたいなのちょっと苦手なのよ。これあくまで私の意見ね。ゴブリンスレイヤーさん、ゴブリンスレイヤーさんね、無言なんだよね。ゴブリンスレイヤーさん、ゴブリンだ、邪神様だ。人たち動いたね、動いた動いた動いた。決勝版が多分笛吹いたからなのかな、なんだろう、いや決勝版が笛吹いたからだ
ダメだよ、ふいちゃん。ジャンピエール・ポルナレフ。演歌教員、演空城城太郎。いや、シーザーなんか見えないけど、なんかやってんね。ちょっと上に上げてみようか。でね、今日がね、土曜日だから、今日は一番人がものすごく入る日なんだよね。で、明日もあるんだけども、結果としてね、あの全米からみんな来てるから、今日がほぼあのなんていうんだろう、お祭り状態みたいな感じ。で、夜の8時とかね、9時くらいまで多分やるんだよね。ここら辺でみんな騒いでね、ワイ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 するんだよね。で、明日はね、あのアニメキスポは午前くらいに、みんな出て、それで午後にはもう飛行機に乗ってね、全米のいろんな場所に帰るって感じだよね。駐車場もさ、撮影にさ、フル活用するよね、ほら。はい、それではね、本日の動画これで終わりにします。おやすみなさい。あ、そう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 、ヤスラージャーナルさんがいたのはね、ヤスラージャーナルさんがいたのはね、ここここ、ここのちょっとくぼんでるところあるじゃない、そこら辺にいたんですよね。はい、そういうわけでおやすみなさい。